下水処理場。下水処理場とは、下水道の汚水を浄化し、河川、故障、または海へ放流する施設のことである。日本の下水道法では、終末処理場と呼称しており、下水を最終的に処理して河川その他の公共の、水域または海域に放流するために、下水道の施設として設けられる処理施設及び、これを保管する施設と定義している。浄化センター。 水再生センターなどと呼ばれることもある。下水処理場は下水道の目的における浄化を主な目的として建設、運営されるほか、汚水排除における消毒と内水排除に付随する関連施設のコントロール拠点としての役割を担う。処理工程を経て浄化された処理水は消毒して公共用水域に放流されるか、 工業用水等の雑用水として再利用される。放流水の利用先として最も高度なものは上水源としての利用である。大都市では地下水源の利用が難しく、漂流水より水質で勝る。高度処理水は重要な水資源となっている。その他稼ぎ維持、集計、防火、小雪、灌外などに利用される。処理場内で再利用する場合、 目的によっては、消毒を省くこともある。下水処理場の内部には、水処理施設と、水処理の過程で発生した、汚泥処理施設を合わせ持つ。水処理設備は、最初沈電池、反応タンク、最終沈電池、消毒施設などで構成され、汚水を一定基準まで浄化する機能を持つ。汚泥処理施設は、汚泥の濃縮、消化、脱水、焼却、 脱臭などを行い、お泥を減量、安定化したものにする。中世ヨーロッパでは、これらチフスなどが大流行した時期がある。この時、浄水と下水は、明確に区別されておらず、共同井戸から水を汲み、死尿なども含めて開いた水路に流していたため、浄水の中に下水が混ざることも珍しくなかった。そこで、感染症などの対策として、 まず浄水と下水を分離することが始まるとともに、下水を暗挙に集めることがなされた。その後、下水をよりきれいにして河川に放流する技術が進んだ。大きなゴミ、砂などを流さないようにするためのスクリーニング、沈殿に始まり、汚水に含まれる有機物の除去による水質汚濁の前後下水処理場で行っている。しかしながら、今も、なお、 下水道整備が追いついていない都市近郊の河川で垂れ流される汚水に含まれる有機物が溶存酸素を消費し尽くした結果酸欠状態に陥り水中生物の死滅腐敗によ水利障害悪臭による住環境破壊などの被害が生じている下水処理場における水処理の工程は最初沈殿池に至るまでに行う物理的に固形物などを分離 除去する一時処理、微生物などを利用し、有機物を除去する二次処理がある。なお、口述の通り、これら二つで処理で、除去できない、浮遊物、窒素、リン、有機物などを除去する三次処理も行われ始めてる。これら水処理工程を経て、消毒、滅菌し、処理水を河川や海へ放流する。なお、最初沈殿地の前に、 流入下水中の砂を除去する沈射池や下水流入量の変動を吸収するための汚水調整値を設けることもある。これらの水処理において有機物を除去する主な目的に河川の酸欠防止が挙げられる。汚水の中の有機物が溶存酸素を消費し尽くすか著しく低くなると河川の汚濁を招くためである。これを処理するために二次処理が考案された。 また、病原体が消毒されずに、河に流入すれば、感染症の流行につながるため、その対策も水処理として行われている。主に非重差を利用し、重力沈降により、下水中の沈殿性有機物を分離、除去する。反応タンクへ流入する、水、汚泥の負荷を調整し、生物処理のための準備をする役目も持つ。ただし、オキシデーションディッチポー、アドポーのように、 最初沈殿地のない下水処理場も存在する。バッキソウともいう。微生物などにより、下水中の有機物、窒素、リンを中心とした汚濁物質を処理する。反応タンクで処理された活性汚泥の分離を行い、澄んだ処理水にする。施設内で使用する水のためのものと、工述する高度処理の一環として設置されているものがある。 放流する水を滅菌し、安全性を確保するための施設。塩素消毒が一般的であるほか、紫外線消毒、オゾン消毒といった消毒方法や、二酸化塩素や、収素系などの薬剤による消毒、膜で細菌をろ過、除去する方法などが取られている。主に処理水の活用や、放流先の環境保全、特に閉鎖性水域、故障、 閉鎖性の湾などにおける不栄養化対策を主眼とすることが多いを目的として二次処理に付加し浄化を行うための施設。当然に相応の費用が求められるため普及ははかどらなかったが2003年の下水道法改正で促進される見通しとなった。方法としては反応タンクの処理方式の改良、ろ過、凝集剤による沈殿促進などがある。 下水道の高度処理は、京阪新地区に水道水を供給する、琵琶湖を要する滋賀県で、琵琶湖に排水される生活排水の中の窒素林が原因で、赤潮や青湖などのプランクトンが大量発生。その対策として、滋賀県琵琶湖の不栄養化の防止に関する条例と、ともに、下水道整備と高度処理設備の設置が進められ、現在では、琵琶湖に注ぐ、下水道は、 すべて高度処理が施されている。また、琵琶湖から流れる淀川水系の流域下水道では6カ所で、高度処理設備は導入され、京都市の4カ所の下水処理場でも高度処理が行われ、鳥羽水環境保全センター気象院所と伏見水環境保全線では、匂いや、染料の色度除去、消毒のために、ゾン処理が施されている。下水処理場で行われる水処理には、 物理的処理、生物的処理、化学的処理、消毒がある。主に非重さを利用し、重力沈降により、下水中の沈殿性有機物を分離、除去する沈殿が代表的である。浮遊性や溶解性の物質には、効果が薄いが、ごく低コストである程度の浄化を行うことが出る。その他、浮上、ろ過などの物理的作用による処理工程が、 おで処理や高度処理で採用されている。多くの有機物が微生物の生存と増殖で代謝、死化されることを利用し、下水中の妖怪、浮遊性有機物を培養した微生物の餌とすることで水と炭酸ガス等に酸化分解する方式で活性おで法が代表的である。生き物である、微生物を適切に育成、管理する必要があるが、 比較的低コストでかなり高度な浄化を行うことができるため、ほとんどの処理場で種処理、二次処理工程として採用されている。生物的処理では細菌から原生動物、あるいは微小生物が混在して存在し、代謝、地下による物質循環と食物連鎖が成立していと考えられる。これらは多様な種に及び無数の新種を抱えている模様だが、実務的には 視覚的特徴に基づき分類、管理されている。以下、生物的処理の詳細について詳述する。水を、バッキー、エアレーションにより、酸素を溶解させ、同時に攪拌混合するエアレーションタンクを設け、その中に、主に高気性微生物を、浮遊滞留させて、汚水を処理する方式。活性汚泥法と酸化値に分類される。このうち、 活性を例法には次の方法がある。接触剤、露剤を排した水路や水槽、あるいは露剤を組み上げた露床を設け、接触剤表面に多様な微生物からなる生物膜を成長させて汚水を処理する方式。生物膜とは水中の固体表面に自然発生する、例えば川底の茶色い苔と同様のもので、 後期から嫌気まで多種の微生物で構成される。接触剤は水流と生物膜の重量に耐えるものとして採石やプラスチックが主に使われる。生物膜と汚水の接触方法、酸素の供給方法によりいくつか種類があり、生物膜が常に水面上にある、常に水面下にある、その中間の三つに対別できる。それぞれ代表例を一家に記す。 浮遊生物法と生物膜法の中間的な方式で微生物を単受させた単体を水中で流動させ汚水を処理する。単体の形状や材質により単体密度や核反方式、無核反から浮遊生物法並みにより単受させる微生物の種類により多様な手法が開発、運転されている。実施設では 既存罰基層を改造し単体を投入する例が多く、その他民間ではプラントとして有用物質製造を行う例まで幅広い。薬品による放流水の消毒や高度処理における金属イオンによるリン酸イオンの内容化処理などが挙げられるが、現代では有機物の浄化を行う種処理としては用いられていない。処理水質への要求水準は多様だが、 衛生的観点からは、病原体の含まれないことは、特に重要であり、消毒設備が設けられる。消毒とは人体への感染危険性を低減する、もので、医学的、生物学的意味での滅菌とは異なる。病原体とは一部の細菌、ウイルス、原生生物や寄生虫などを指すが、中には消毒の難易度が高いものもある。消毒効果を測る指標として、 大腸菌群が用いられる。培養と検出が容易で普遍的な腸内細菌であることを利用し、消化器系病原菌の残存を間接的に検出する。ジア塩素酸による酸化及び酵素反応の阻害による。ジア塩素酸は不安定なので、固形塩素、ジア塩素酸カルシウムやトリクロロイソシアヌール酸の製剤、ジア塩素酸ナトリウム、液化塩素、 などを水に溶解させて生じさせる。これらの使い分けは主に施設規模により、後のものほど大規模処理向きである。ジア塩素酸は、pH7.5 程度を境に消毒力が急減する約100分の1性質を持つ他アンモニアと反応して、クロラミンに変化するため、処理水質の悪化などでアンモニア対窒素が大量に残留すると影響が大きい。また、 最近に対しては、数ミリグラム、l 以下でも効果を発揮するが、ウイルスを消毒するには2 0 0ラム、l 程度必要とされ、下水処理場の塩素消毒レベルでは事実上効果がない。これは、ウイルスは阻害されるべき、酵素反応を行っていないため、生物学的に消毒、いわば毒殺することができず、科学的な酸化力により分解することで、消毒するしかないためである。 このため、SRSV、ノロウイルスなどに対応するためには、それに適した消毒法、設備が必要となる。核酸が波長253.7ナノメートルの紫外線を吸収することで遺伝情報が損傷し、不活化する。このためウイルスに効果的で、その他にもハロゲン複製生物を生じず混和時間、設備が不要などの特徴を持ち、 雨天時放流水へも利用される紫外線は透過力が小さく、光を遮る見学物質に弱いため、片液分離部長による影響が特に大きい。また、残留消毒力を持たず、残留塩素濃度のような管理指標もないため、広段に補完的な塩素消毒設備を追加することもある。なお、一度不活化した細菌が日光などで、 再活性化する現象が知られているが、増殖能力の回復には至らず感染リスクは低いとされる。オゾン分子や発生ラジカルにより、病原体の体そのものを酸化分解するもので、消毒以外にも高度処理で利用されている。オゾンは空気、または分離した酸素から無性放電により、オンサイトで製造を使用する。オゾンは有害なので、処理水への溶解。 反応設備の他に、余剰ガスの分解設備や濃度監視装置などが必要となる。オゾンによる酸化分解反応の効率は、化学反応の減速に従い水温に依存し、陶器など低温下で消毒力が低下するため、保温などの対策が必要となる。二酸化塩素や、収素系薬剤、マクロ化除去などが実用化されている。下水処理場での高度処理には、 下記の方法が用いられる。なお、都市下水においては、窒素分が多量に含まれていることから消化を進める。用途すると処理水に、多量の硝酸性窒素が含まれることになり、沈殿層において、脱窒、硝酸亜硝酸窒素ガスが来、ガスが、汚泥に付着浮上し固い気分離に困難を生ずる。このため消化を抑制する、運転、低汚泥濃度、低酸素濃度が行われるが、 これも、また市場菌の最適条件となり、沈殿層で、バルキングと呼ばれ汚おでいの防火を招きい気分離に、困難を生ずる。また消化を抑制すると、窒素分をアンモニアの状態で放流することになり、極端な、BOD の上昇を招く。従って、都市下水道においては、脱出は必須の事項である。反応層において、脱出を行っていない。 処理場では常に沈殿層での脱出による、おで浮上とバルキングを繰り返し放流水質は常に悪い。また、標準活性汚泥法の場合、いやけ、後期法、栄養法による、生物脱出法を行うのは反応層の入り口一部を低酸素状態にすればよく簡単に行える。 これは通常反応層は長く設計されており、いくつかに区切られているため一部だけ各反用の空気を少なくするだけで必要な低酸素、嫌気、状態になるからである。また、変装率を上げなくても適当に、冷流が発生し、脱出率を確保することができる。さらに、流入水低水位運転時の水量変化による流入水停止時においても処理水の PA 値が、 低下しないという利点もある。なお、生物脱出法を行うと、必然的にリンの除去もできるが、過剰摂取されたリンが、消化層や肺管において、石質結晶化し、肺管が詰まったりするので注意が必要である。下水処理場では、汚水の水処理に伴い、大量の有機性汚泥が発生する。汚泥処理施設は、これを腐敗しないうちに迅速かつ衛生的に、 取り出しやすい形で場外へ搬出するとともに、処分や活用をしやすい形にするものである。おでい処理施設は、ほとんどの下水処理場に設けられている。基本的には、濃縮と脱水を行い、水分を85%以下まで脱水することが行われている。これは、おでいを濃縮しただけでは、水分が95%以上を占めており、泥水状で扱いにくいためである。 これを脱水し水分を85%以下にすると湿った程度上となりトラックの荷台に乗せて運ぶことができ廃棄物の処理及び清掃に関する法律上でも有機汚泥の扱いとなるなど容易に取り扱いができるようになる処理方法にはこのほか、消火、乾燥、焼却、溶融などがあり下水処理場の規模最終処分の形態 処分先の条件などに合わせて様々な方法が組み合わされている。例えば、一部の処理場では、濃縮した汚泥をパイプ圧送やタンク車による輸送で別の場所へ送り、処理することもある。週末処理場で発生する汚泥には大きく分けて以下の2種類がある。発沈汚泥、余剰汚泥を別個、あるいは混合して一定の濃度に濃縮する。 濃縮の方法には、固形物の水槽との比重さを利用する方法と、物理的な分離による方法がある。主に脱水工程での効率改善を図る目的で、行われ、汚泥輸送を行う場合は、より重要となる。濃縮した中間性生成物を、濃縮汚泥と呼ぶ。脱水は、濃縮汚泥に、無機凝結剤または高分子凝集剤を添加し、 脱水機で行われる。汚泥脱水の機構はまず、水中に分散している微細な固形物粒子、コロイド化していると考えられるの表面電化を、中し、凝集性を改善した後高分子の糸で絡め、厚めフロックとすることから始まる。フロックの大きさ強度は、汚泥脱水機の方式により異なるため、適切な薬剤と添加率を選び、フロックの大きさ強度を調整するためとオデーとの、 混合状態を均質化するため適度な拡拌方法を選んでいる。濃縮おでにフロックを形成させた後、遠心力やろ過圧作力などを利用した脱水機で水分を分離する。その方法には下記のものなどがある。円筒スクリーン内のスクリュー部におでを投入し、内体積を減少しながらスクリューで送り込み脱水する方法。脱水されたおでは、 排出口より排出され、分離水は、弁当スクリーン全体から排出しようで脱水を行う。脱水は取り扱いを容易とするが、まだ水分を多く含むため限界がある。また、消化工程を経ていない場合は腐敗しやすい。焼却工程やコンポスト処理に備え、さらに水分を減ずるため乾燥工程を置く場合がある。一部で、天日乾燥も行われているが、 大部分は熱源による機械乾燥である。熱エネルギーの与え方により直接乾燥と間接乾燥に分かれるが、後段の処理によって適切な方式を選定する。また、しばしば脱臭装置が必要となる。この他ガスタービン発電機から出る高温の排気を利用して乾燥させるガスコジェネレーションが行い、おでから出た蒸気を使い発電する。 コンバインドサイクル発電の技術が確立している。含水率を10から20%とすると、乾燥をデ肥料とできる。溶融炉へ送る場合は5から40%、微生物発酵でコンポストを製造するなら60から65%と、し、焼却処理では、自燃可能な70%を目標とする。濃縮をデーを、嫌気性微生物の作用で安定化し、 減量化するために行われる。適切な運転でメタンガスが得られるため、資源リサイクルの観点から再評価されている。主に下記の方法で行われる。脱水したおでを高温にし、焼却、または溶融することで、減量化、安定化を図るとともに、無機化してより安全なものにする。焼却による有害ガスの発生対策を行う必要がある。なお、 単価といって、炭にする方法も開発されている。有害ガスの発生が少ないのが特徴である。活性汚泥法を用いる施設においては、生物層に破砕した汚泥を戻して減量化するシステムが出てきている。これは、汚泥の発生そのものを減らそうとする試みである。余剰汚泥に可用化、再起質化処理を行い、生分解性を改善した後、生物処理工程へ。 戻す。処理法として、オゾン、強アルカリ、酵素、超音波、電解、熱、ミル、などが開発、実用化されている。このほか、総内生態系の食物連鎖を長くする、低負荷で、内生呼吸による自己参加を促す、といった伝統的手法に基づくものもある。おでい処理によって、消化の工程により、消化おでい、脱水の工程により、脱水おでい。 脱水ケーキとも呼ばれるが生成される。その他の工程でも処理されたおでいなどが生成される。基本的には、下水おでいは産業廃棄物として焼却するかしないかの違いはあるものの、埋め立て処分されることが多い。すなわち、ゴミとなるため、各地の下水処理場では、先日の通り、可能な限り減量する努力がなされている。おでい処理方式により、 発生する汚泥の正常や量も異なるため、課題も様々であるのが現状である。一方で、ゴミの原料化のため再利用もなされており、焼却されて、肥料、セメント原料に使用されるほか、圧力を加えて成形し、レンガなどに加工されることもある。例えば、京都府南部の一部の地域では、汚泥から生成されたレンガを、道路工事で歩道の部分に敷き詰めることも行われている。 なお、おでいに含まれるリンを資源として活用する試みがある。岐阜市の下水処理場では、リンの回収設備が設置され、回収されたリンを利用して肥料が生産されている。おでいそのものだけではなく、おでい処理、消化などによって発生したメタンガスを取り出しそれを燃料として、火力発電、コンバインドサイクル発電して、余熱を消化すを加温したり、神戸市では、 路線バスの燃料に再利用することも行われている。死尿を多く含む都市下水本来の色は黄色である。しかし、多くの下水処理場で流入汚水の腐敗、白落が見られる。多くの処理場で調整層を設けて汚水を腐敗させ、ガスの発生によるフロック浮上を攪拌機で沈降させるとしている。図面上の略号はで囲った T の字で表される。 処理施設の能力は非平均、非最大、時間最大の水量負荷について、立方メートル毎日で表示される。これらを、設計負荷、または、設計能力と称し、計画下水量に基づく、下水道計画の一環として定まる。下水処理場は、都市の成長と負を合わせて拡大することを想定して、設計、建設されるため、最初、供用開始時は、 少ない能力で暫定的に運転を開始し、管路網の拡大に合わせて数回の増設工事を重ねていくことが多い。それゆえ、初期計画時には存在しなかった問題や技術を取り込み、変更を重ねることが珍しくない。多くの終末処理場では熟練技術者によるこれらの経緯を踏まえた有機的な運転管理が行われ、 設計値をはるかに上回る浄化能力を発揮することも少なくない。2006年度現在で日本には1500ほどの下水処理場が稼働している。対象地域の特色に合わせ様々な設計、運営が工夫されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。